ダークセイバーです。有能すぎて消されてしまったレプリカ先生を楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、それではどうぞ。レプリカ有能すぎて、ストーリー的には消えてよかったな。もちろん好きだし遠征で戻ってきてほしいけど、ランク戦にいたら、オサムが作戦立てても助言とかしてきそうだし。そういえば、じいさんにどっかの国のトリオン兵とは珍しいって言われてたね。その国行けば半分になったの直せるのかな。長年転戦してますオーラナビザが珍しいと浪したからトロボイは国家や集団としてはもう残ってないのでは。レプリカは直すというか完全に壊れたわけじゃないから、時間とトリオンがあれば自己修復できそう。そうかも。あとトロボイはもしかしたら国の名前じゃないかも。自己修復しても結局アフトクラトルにあんなことやこんなことされちゃうだけだろうな。ネクラ臭いならやりかねん。輪切りにしてそう。レプリカ先生は自分の記憶データをアフトに解析されて情報を与えないように、自ら記憶を消去とかしてそう。いつか俺たちはレプリカ先生と再会できるのだろうか？レプリカがラービットコピーして肩に玉駒の紋章まで入れてきたとき、こいつなんでもありっていうか作中最強じゃんと思ったわ。AI 異常だよな。密室ユーマの子守りあって、ユーマの体はボーダーでなんとかできるかもって考えてたり、ユーゴとの旅も記憶してるし、ユーマの戦いのアシスタントするし、分離してもそれぞれアシストしたり会話できるし。有能すぎて展開上退場させられた感はある。レプリカ先生いたらヒュースもいらなかった可能性高いし好きなキャラなのでちゃんと再会してほしい。有能すぎるジンさんも。レプリカ、レプリカがもしランク戦の時にいたら助言したらオサム不要論出ちゃうし、もしランク戦にこっそりユーマの耳とかにいたらズルしてるようなもんだし、しおりちゃんの存在も微妙になっちゃうしレプリカ黙らせたとしても不自然だよね。ランク戦始まってからユーマは黒鳥も使ってないし出番もない。しかも今までユーマ自身は別に遠征行く目的はなかったんだけどユーマも、遠征行く目的できたしすごい考えてあるよね。大規模遠征でメインキャラは死んだり拉致されてないけどその代わり一番の万能キャラいなくなるとは。いやランク戦は仮想空間だしトリオン兵入れないのでは、入れたとしても一発でバレるだろうし。ユーマが C 級の時の個人戦の時は隠れてたのかね。あと、コンパクトで高性能なところは風間さんともキャラ被ってるしね。玉駒第2に入れるなら俺より適任な奴がいる。人が言っているのはおそらく私のことだろう。レプリカが頭のトリオン体が誕生。レプリカ先生がオペレーターやったらどんなの数値になるのかな。機器操作情報分析並列処理は人間には物理的に不可能なレベルでこなしそう。レプリカ先生がユーマの身体の回復方法につながる情報を知らないってことは、ユーゴが黒鳥作る時に用いた手法があるとして、レプリカ製造前に入手したものなのかな。その場の思いつきが奇跡的に成功しただけの可能性もあるか。今頃レプリカ先生はトリオン兵の量産設備として働いてるよ。レプリカ伝。少し休まれてはいかがかな？働きすぎは禁物ですぞ。メタで言えばレプリカ先生はトリオンとトリガーの設定から派生したんだろうな。自由に変形できる材料と、自己成長できて思考できる頭脳。これは SF に出てくる夢の機械として有名。知識を形にできて改良できて、それを自分にも適用できる進化可能な機械。作者によって未現方はいろいろだが他作品でも頼れる味方だったりラスボスだったり神だったり。アニオリで人型トリオン兵が出ていたけど、レプリカ先生と比べたら衰える。まあ、先生がすごいんだけどね。序盤の導入に不可欠なキャラだったし、まだどういう方向で行くか決めてなかった感があるからな。ゲート開く能力あるのはレプリカ先生だから、遠征編でオサムたちは鳩原ルートはありえない安心感。紋印は印だから今日印や社員のようにユーマの黒鳥の機能の一つとも取れる。レプリカがいなくなったことで使えなくなるかもだが。レプリカ好きだから再登場してほしい。というかトロポイが気になるな。もしもう滅んでたとしたらロマンがある。早く遠征に行かないと、先にレプリカ先生がさらわれた C 級連れて帰ってきちゃいますよ。考えれば考えるほどレプリカ先生帰ってこないよな。すでにユーマのブラックトリガー自体結構やばい代物なのに、遠隔で味方にもブラックトリガー拡張できるとか便利すぎるし、レプリカ先生いるとマジで他のブラックトリガーコピーしかねない。先生は今頃オルガノンとスピラスキアを使いこなしてるよ。かつての味方が敵になるのは王道展開だけどレプリカ先生がアフト側に行くのはきつい。レプリカ取り戻すのは遠征終盤だろうしぶっちゃけ遠征終わったら物語も完結だろうから問題ないよ。そうなると A 級ランク戦はほとんど見られない可能性が。右はユーマがレプリカ見つけたらあっち残りそうな気がするし、ヒュースも基本的にはあっちの方が良いだろうし、しかも兄貴と友達取り戻したらボーダーに残るかわからん。ヒュースはともかくユーマはまた向こうに戻るって展開はないと思うな。
通にずっとボーダーでしょ、死ぬまで。特に帰る理由もないしね。そういやあっちもふるさとではないというか、ふるさとがないと考えるべきか。オサムが先に死ぬかユーマが先に死ぬか、そこが問題だ。考えれば考えるほどレプリカはチートだな。あいつトリオンどうやって確保してたんだろうな。レプリカラービットとか、トリオン相当必要そうなのに。USB 給電だろ。主に黒鳥から補給してて、補給コードみたいなのからも補給できるっていつだか言っていた気がす。何年後の話になるのやら、現状は毎月同じような話がループしてるぞ。ユニット戦線とか長すぎて飽きてきた。遠征だけで力尽きそう。漫画のラストは出発したところで終わりそう。主にユーマの黒トリガーからもらっていて、誰でも供給策からレプリカにトリオンあげられると書いてあったよ。つうかレプリカ先生がブラックトリガーだろ。色が黒いし、ユーマの母親が炊飯器の形をイメージしてブラックトリガーになったんだと思う。昨日は子育てカルワリアの頃のレプリカ先生って戦闘能力なさそうじゃん。カルワリアの時にレプリカ先生に戦闘力あったならば、敵の黒鳥の攻撃に対して盾くらい張りそう。その盾が機能しないくらい敵の黒鳥の攻撃が強力だったならば、あの時、穴だらけのユーマの近くに穴だらけのレプリカ先生もいないとおかしいからな。レプリカ先生、有能すぎてすごいな。今からに世界として5年以内にレプリカ先生救出できるのか。遠征選抜試験は多分早くても来年夏場まではかかりそうやし。ワールドトリガーってどんな最終回でも納得できる気がする。ユーマが玉駒に残るエンドも、死んでしまうエンドも、近海に戻るエンドも。でも、個人的にはレプリカとかチカちゃんの友達、お兄ちゃんとか、ユーマの体とかがいろいろ解決した後にユーマが今回に戻って旅して終わるエンド結構好きかも。ワールドトリガー、第二次大規模進行編一番好きだわ。めっちゃ面白い。特にランク戦を見た後だとキャラをしっかり理解してからだと特に面白い。アクトの面々やレプリカ、遠征編で再登場するのかな。最初からワートリ見直してるけど、レプリカ先生が喋ってるだけでめっちゃ辛くなるな。ワートリが25巻ってことは、もうレプリカ先生がいない話の方が長いんか。辛。今更だけどレプリカ先生は何のレプリカなんだろうね。1巻から読んでて思ったけど、最初から限界の常識に詳しいんだよな。まあ普通に考えて保つあれが性格まではわからんが、自分の知識なり思考なりを転写したんだろうなってのはわかるけど。保つあれのレプリカ、アニメで声が同じアイオリア、ユーマの母親のレプリカ、トロポイの自立トリオン兵を真似て作ったレプリカ、タイナノは以前出たがまだ面白いのあるかね。ボーダー時代に使ってた炊飯器のレプリカ説。次にレプリカ先生に再会した時には人型サイボーグになってるよ。黒い角生やしてたりして。黒い角ならもう生えてるだろ。今頃アクトでミラあたりにクチュクチュされてるんだろうか。臨時と鳩原が敵国に寝返ってても大丈夫だが、レプリカが相手だと脳が破壊される。頼む、青葉ちゃんを闇落ちで登場させてくれ。冴えないそばかすが二人になるだけだし。アクトクラトルの邪悪な改造によりレプリカはパンケーキメーカーにされてしまい、ネタにマジレスっぽくなるけど、アクトが料理にトリガー技術つぎ込むような国ならヒュースはこっちに来て食い道楽に走ってないだろう。なんたる非道、己アクト。コピーされて大量に出てくるよりマシって思ってしまった。ラービットレプリカのコンビでどれだけ強くなるか。遠征選抜に選ばれる精鋭なんだから、立川小南、最低村上ユーマや打てる近くらいには力ないと。ミサイのとこレプリカがどうなってるかって戦局に結構影響しそうよね。チラ見せでいいからそのうち書いてほしい。炊飯器でふかふかの熱焼きパンケーキを焼けることに思い至らないとは。やはりアフトクラトルはクソ。アフトクラトルで解析される時とかにシステム内に潜入とかできないかな。遠征部隊が到着した時に内部からの援護や撹乱を期待したい。ユーゴが生前の頃からユーマの側にいるから、ユーマの母親のレプリカ説を押す。アフトに解析されてたら、アフトにボーダーが侵入した時点でハイレーンたちにアラートされる。怖い。レプリカを作る能力があるからレプリカなのでは？鉛弾とかラービットとか複製してたし。レプリカ先生がいたらなぁ。地下のトリオンでユマコとラービット増産してアフト攻め落として CQ 救えるんだが。別ゲーで草やっぱ強いな。トロコイ寄らないと。まあオルガノンで国宝の一つって言うんだから、他にもチート地味た黒トリいくつかあるんだろ。加えてランビリスやジェットゴリラブもいるんだろうな。レプリカ先生がいたらチビレプリカ持たせまくってブーストでお手軽強化できるしな。マジでふざけんなう。限界性レプリカ。でも AI 機能が完成できません。く。俺を使えさるども。ユーマラービットのヤバい書はレプリカ先生の知能をもってして操るところ。前期のユーマラービットがあれば、
それは何の永久隊員以上の能力を持った1000人が究極の連携と作戦で任務に当たれることを意味する。ジュースの後釜レプリカ説。レプリカさんトリオン兵出すときゲートも開いてなかった？つーかレプリカ先生ミサイ問題何体まで増やせて運用できるんだろうか。BBF だとラービットは数体、小型レプリカ分身は200体以上出せるってなってるね。そのラービット生成能力を地下に持たせたら軍団ができるな。インを装備させたらコストがどれくらいになるかだなぁ。アクト3ラービット1体がモールモット20体くらいだったから通常のモールモットなら10体くらいは作れそう。見分けリードーンと同じレベルのスピードで移動できるとかいう地味な壊れ設定。ブースト生駒旋空とかブースト滝川とか考えるだけで恐ろしいしな。生駒旋空は技術だから。ブースト旋空で範囲伸ばせるなら生駒さん立場危ういよ。リュウゴさんはレプリカの作り方を早くボーダーに伝えるべきだった。ワールドトリガー1機見直してるけどレプリカ先生に会いたい。次はいつ会えるかなレプリカ先生に。思ってた50倍早くレプリカ先生が消えた。ミクモ隊のオペレーターあいつにしたら強すぎるのでね。さすがにね。レプリカ先生の有能さが光りまくってたよなアクト戦。ジンさんはそれでも人命最優先を選んだんだよな。話がそれましたが、そんな有能なレプリカのいない黒鳥ユマコトくんは、自分を瀕死に追いやったあいつには勝てないと思う。ユーマってレプリカなしでブラックトリガー使えるの？レプリカはアクトクラトルの遠征艇に乗ってっちゃったけどユーマは黒トリガー使えるんだっけ？レプリカはただの自立型トリオン兵だからユーマのブラックトリガー発動には必要ないんじゃないかな。レプリカ消えてから変身してないからわかんないけど。問題なく使える。新しいのは作れないだろうけど。敵の攻撃の解析とコピーはレプリカいないと無理なんじゃなかったか。多重インはできるけど性能が落ちるか。確かに、解析とコピーできないとユーマかなり弱くなるな。